やっぱりこの方法が筋肉大きくなったなぁ。こんにちは D さんです。今日なんですけれども、1年間で筋肉を発達させるために意識したことを紹介したいと思います。どうですか まだ脂肪が乗りまくってるので、まあ、ここから絞りきって、まあ、どうなるかわからないんですけれどもかなり成長したと思いますということで39歳アラフォーの僕が今年筋肉を大きくさせるために意識したことを紹介したいと思います服着ますまず1つ目は発達させたい部位のトレーニング頻度を増やしたですトレーニング方法って大きく分けると分割法と全身法というのがあります 分割法というのは胸の日肩の日背中の日足の日みたいな感じで1日1部位を鍛えて1週間回していくようなトレーニングになります全身法というのは1回のトレーニングで胸背中肩腕全身を鍛えていくようなトレーニングになります これ、筋肉の発達においてどちらの方が有効性があるかというと初心者トレーニング1年目から2年目ぐらいの方は全身法を取り入れた方が筋肉の発達はしやすかったというような報告があります。 分割法をボディービルダーやフィジーク選手の方が行う理由は一つ一つの部位のトレーニング種目が多くなりますなので分割法でトレーニングメニューを管理してしっかりと一日一部位鍛えてあげた方が良いということでボディービルやフィジークをやっている方は分割法を取り入れている方が多いです僕は今一日二部位トレーニングを行っています今のトレーーニニングメニューは 胸2頭の日背中3頭の日肩の日胸2頭の日背中3頭の日足の日という感じでやっております。やっぱり分割法でで週間で 1>, 1部位1回だけというよりは1週間で2回鍛えた方が個人的には筋肉の発達を感じましたでそれはまあなぜかというと1回トレーニングをした時に集中できるセットっていうのが限られてくるんですね僕の場合はだいたい今だったらまあ15から20セットぐらい1回のトレーニングで行います胸のトレーニングを20セット集中して行うっていうのはすごく難しくて僕がトレーニングで集中できるセット数 っていいうのは大体4セットぐらいですその以外は集中してないわけではないんですがやっぱり意識は弱くなってるっていう印象があります集中力を持たせる時間っていうのはやっぱり人間って限られているどんなに集中できても人は20分から30分ぐらいしか集中できないとも言われてますので集中できるのが4セットだとしたら1週間で集中できるのが8セット になるように2回回すような感じにしております。これがね、とっても今すごくハマっていて、今まで20セット胸の日1週間1回やってた時を1週間で10セット10セットって分けるとすごく集中できるし、あと20セットやってた時ってもう14、15セット目からはもうやっぱりへばりがあったので、まあそこで1つの部位を2回鍛えることを意識してました。トレーニングの強度も上げることができるので、個人的にはおすすめです。 次にハイレップの種目を取り入れるです。フリーウェイトでベンチプレスみたいなコンパウンド種目、いろんな筋肉を動員して行う種目に関しては強度を求めて重量も求めていきたいので6回から8回ぐらいで回数を少なく行ってました。 フリーウェイトにおいては回数は少なめ。で、それ以外の、えー、種目においては、例えば胸で言うとチェストプレスだったら1セットあたり20回から15回ぐらいの範囲で3セットから4セットぐらい行ってます。例えばその胸や肩の フロント部分後ろの部分っていうのは、まあ、防水上筋という、まあ、いわゆる平行筋という筋肉の形をしてます平行筋っていうのはポンプみたいにこう回数を多く行うことによって発達がしやすいなんていうデータもありますそれが全て正しいわけではないんですが、えー、それ以外に1セット当たり20回から15回ぐらいで組んであげてその筋肉の緊張時間も長くしてあげるストレッチ種目はストレッチをかける収縮種目は収縮を意識するミッドレンジ種目は上げるところを意識するっていうのが とても大事でで比較的多い回数で行ってますもちろんその防水上気じゃない筋肉に関しても1セットあたりの回数は多くフリーウェイト種目以外は大体20回から15回くらいを意識して行ってますでそれもなんかすごく筋肉の張りもパンプ感も強いし発達にすごく寄与したと感じてますで次に米を抜かないです 僕はですね、ま、あいろんな原料を今までしてきました。VLCD みたいなので、1週間以上過ごしたこともありますし、ケトジェニックダイエットもしたことがあります。たくさんいろんなダイエットをしてきたんですけれども、炭水化物を抜かないっていうことは、やっぱり筋肉の発達に大事だなというのは、やっぱり痛感しました。炭水化物を入れてない時って、筋肉のグリコーゲンが補充されない状態になっちゃうので、またエネルギーを蓄えてトレーニングをすることっていうのがなかなかできなくなってしまうんですよね。グリコーゲンがないので、中性脂肪からエネルギーが作られ、 脂肪燃焼には役立つと思うんですがそれ以外に糖心性っていう筋肉が分解してエネルギーに変わってしまうっていうのも起きてしまうので炭水化物はしっかり入れてブリ抗菌はしっかりと蓄えてあげるってことは今年1年は特に意識してました減量とかダイエットで考えると脂肪の減りはすごく遅いだからボディービルダーやフィジーク選手のトップ選手っていうのは減量幅が狭い3キロとか4キロぐらいなんだなっていうのは感じました <laughs> まあ僕の場合は今年も減量 幅なんだかんだ言って13、4キロぐらいはあるので、期間は長くなっているんですけれども、炭水化物を抜かない原料で、過去1の体をお見せしたいと思います。次に、ストレスを感じる日、行きたくない日は、やめる、行かない、です。 トレーニングってモチベーションを作っていくっていうよりは、日課にしていっちゃった方がいいっていうようなアドバイスってあると思うんですけれども、やっぱりこの年になってくると、やっぱり抱えるものが多い。仕事もそうだし、付き合いもそうだし、結婚してる人だったら、やっぱり家族の時間も大事だし。 抱えるものが多くて、そこで、まあ時間を見つけてトレーニングするっていう方が多いと思うんですけど、一日の中で、まあ仕事が終わってすごく疲れてしまった時とかに、もうトレーニング行かないようにしてました。で、行ったとしても、モチベーションが上がんなかったりとかしたら、もう途中で帰るようにしてました。プレイワークアウトを飲んで、ソファーに座って動けなくなった時とかは、もうトレーニング行かなかったです。そういうことが、1ヶ月で2回か3回ぐらいはあります。なんかそういう時って、強度の高いトレーニングってできないんですよ。トレーニング っってやぱりボリュームももも強度もどちらも僕は大事だと思っていてすごく疲れていてもうその副交感神経がちょっとやや優位みたいな感じになっていてもう体もリラックス脳もリラックスみたいな感じからはいよし夜行くぞっていうのがなかなかできなくて今までトレーニング僕仕事終わって1時半とかからスタートしたりとか一番遅い時は3時からスタートしたりとかしてたんですねそれがもう今年は全然ダメで強度が高いトレーニングもできないしトレーニング自体がストレスを感じているのにそのジムに行かなきゃいけない てでもその翌日って結構いいトレーニングできたりするのでトレーニングちょっと行きたくないなっていう拒絶が強い時っていうのはもう体が元気じゃない時なのでまあ、そこはしっかりと休むっていうことは意識してましたちょっと行ってみるかぐらいの時はちょっと行ってみてチェストプレスのマシン23セットやってあけど今日ちょっとダメだなって言って帰る時とかもあります だからその自分のその頑張る時っていうのは大事だし、強度の高いトレーニングを高頻度でやることは大事なんですけれども、体がこうストレスを感じている、心もストレスを感じている時っていうのは、トレーニングはしなくていいと思います。次に、長時間の有酸素をやめたです。これもね、もう今までいろんな有酸素運動をしてきました。あの僕、目白っていうところに住んでて、そこからエビスで働いてたので、そのエビスから目白まで 歩歩いいてててて通勤しし帰ったりしてたりんですねそうすると大体片道1時間半ぐらいかかるんですよそれを大体30回ぐらい30往復ぐらいしたら絞りきれたなみたいなサインみたいな感じで前は思ってたんですけれどもでそれ以外にあのジムでカーディオンマシン傾斜15度速度5キロで30分から40分歩くっていうこともやってたんですねでそれだけのやっぱり有酸素をやるとやっぱりねカタボリックが 大きくなります。減量を絞り切るっていう目的では、やっぱり有酸素は僕は取り入れた方がいいと思っているタイプです。そのやりすぎると、やっぱりそのトレーニングの強度も落ちるし、そんなに長時間やって、米も入れてない状態とかになってくると、糖質で爆裂に起きる。糖質もしっかり入れることも大切なんですけれども、有酸素運動の時間をなるべく減らしてあげるっていうことが大事かなと思いました。今は、歩数計で1日1万歩から1万2000歩ぐらいを活動量として歩くようにしていて、 で、その活動量が少ない時、例えば6 0 0 0歩とか6000歩の時は、エアロバイクを刻用にしてます。で、それ以外に、ジムでのカーディオンマシンですね。クロストレーナーが好きなので、まあ、クロストレーナーをだいたい30分ぐらい、心拍数が130程度で、一気にその汗もバッとがいて、母ぁ言いながらトレーニングしていくっていうのがあっているので、そんな有酸素にシフトチェンジしました。 何のためにその有酸素を取り入れるかっていうのを考えた方がいいかもしれないです例えばジョギングが趣味でマラソン大会に出るのが趣味でとかっていうのであればやっぱりそれは走り込んだりとか長時間有酸素運動をするのは必要だと思うんですけれどもそのボディービルディングにおいての有酸素運動っていうのはそこまで多くなくていいかなと思いますはいということで今日はですね、えー、まあ39歳の僕が 今年1年筋肉を発達させるために意識したことを紹介しました。どれも大事なんですけれども、やっぱり意識することって、 強度高いトレーニングを集中して行う時間を高頻度で作ってあげるってことが大事かなと思いました。トレーニングで集中してる時間なんて15分とか20分くらいなんで、まあそれだと4セットくらいをまあ意識してとか、まあそれが結構良かったなと思います。僕は今コンテストに出るために減量中で、まあ今年ですね、あのまだ脂肪の結構乗ってるんですけど、あ絞り切った体をお見せして、その大会でトップになりますので、ぜひ参考に してみてください。そして応援よろしくお願いします。それでは。